かる。結局まだ工事の時間。はい、皆さんこんにちは。今日はマラガに来てます。はい、今日はマラガの街案内しましょうか。でまだ全然知らないんですけどね。そうそう、今適当に歩いてピカソ美術館があるんでね、そっちにとりあえず今行こうかなと歩いてます。でもその途中で市場を見つけたんで、はい、市場前見つけたんですよ。ちょっと入ってみますね。これです。魚の匂いすんげね。なんかバルセロナと全然違う。魚の種類はまあ似たようなものですね。これね、氷引いてないんですよ。下に直に置いてあって。あ、そう、一つ気になったのね。市場の中でタバコ吸ってる。バルセロナは禁止ですけどね。はい、あ、キノコがあります。はい、でもね、適当に活気もあっていい感じです。こういうね、観光客向けのも売ってます。あ、なんだろうね。何それ？何でしょうね、このオレンジ。スロッパでローマで書いてあるよ。チッチャロン、チッチャロンかいって。なんかね、バルセロナにないもんです。あ、マンテカエさん。マンテカ。コンカーネ。ブエニシモ。アミナマネンカニャオ。市場出ました。どうですか、感想。はい、やっぱり見たことないものありますね。やっぱりね、地方性っていうのはすごいよね。うん、やっぱりスペイン広い。生まれて初めて見た、ちょっとオレンジの色のエタインのシーン。なんかオレンジ色はマンテカだから、なんだっけ、なんかラードなのかな。なんかなんでオレンジ色なの。じゃパプリカとかだよね、絶対このことだから。ここがね、いや、よくわかんないよ。よくわかんないけど、マラガのメイン通りみたいな。もうクリスマスのね、飾り付けやってます。はい、サボールイスパニアっていうね、スペインの味っていう店あります。入ってみようと思います。まあ多分観光客向けとは思いますけど。はい、なんだっけ、乾燥のやつね。じゃあ次行くかも。なんだ、結局ダメ。スローンとかでしょ。はい、特にどうでもいいバルセロナで普通に売ってるお土産が売ってます。はい、来ました、ピカソ美術館マラガ。まあね、バルセロナよりは作品が少ないようです。
はい、ところでどうです、ピカソ美術館マラガのどんな感じですか。こじんまりとしてて、はい、作品数もそんな多くないので、うん、安いですよね。まあね、まあ、同じ1回の旅行でね、バルセロナ来てでマラガ来て、それはまあもういいかなっていうところはあります。でもまあ数年前にバルセロナに来てまたマラガで久しぶりに行きたいっていうなら、それはそれでいいんじゃないのかと、はい、思いますけど、まあね、はい、こっち行きます。バルセロナのピカソ美術館と違って、あ、もっと前か、で、はいはい、予約しなくていいじゃないですか、うん、そうそう、ちょっと並ぶけど、うん、はい、なんか人数制限もしてないようなので、うん、そうそう、問題なく入る。昔のね、ピカソ美術館ってあんな感じだったんですよ。ちょっと並ぶけど当日予約なしに入れたって。そうですよね、うん、はい、まあ、そんなところです。じゃあこれから食べに向かいます。それはどこなんですか。トリップアドバイザーでそうそう大丈夫かな。トリップアドバイザーで評価されてる高評価の店です。やばそうですけど試してみます。はい、高いかな。なんだろう、コルペッタ、アルプーラ、シーラ、アンダルシテ。何それ、パン。あー、お菓子ついてるんだよ。サラディジャルサラダ、ちっちゃロシアンサラダですね。はい、はい、サリチチョンネバラガというコロッケです。ソーセージ入りのコロッケですよね。そうですね、はい、また暑くない。大丈夫。暑い、やっぱり。ソーセージの味がする。うん、当たり前なんだけど。なんかね、食べた感じは肉肉し、肉クリームコロッケっていう感じですね。まあ味、まあ、悪くはないけど、まあ、また頼むとは思わないね、別に。はい、何ですか。これは。玉ねぎの卵とじみたいな感じ。カツオ節思い切りかかってますよ。うん、なんかお好み焼きみたい。はい、ちょっと食べてみます。なんだろうね、チヂミ、お好み焼きではないんだけど、玉ねぎの卵、うん、まあね、普通の卵をぐちゃぐちゃっとして中に玉ねぎ入ってるっていう、特になんかそんな特別な料理ではないよね。家でもできるかなっていう。おなじみのミニハンバーガーです。トリップアドバイザー何位だったんですか。いや、わかんない。それはまあトップレベルだったっていう、それは間違いない。で、食べた感じは普通普通です。まずくはなかったんだけどさ、そうそう、で、まあ、そんな高くもなかったんで、うん、そうそうそう、やっぱりそれトリップアルバイザーの店だよね、うん、まずすぎないし高くなくて、まあ、でも高くないっていうのは私たち、うん、あのバルセロナの高くを見てるから、うん、っていうのもあるかもしれない。まあそうですね、まあ、特にまた来るかって言われれば、まあ、まあそれはもうないですね。はい、なんか急におじさんが倒れてて、で、
蘇生術みたいな初めてではないんですけど、リアルに見て、まあ、結局もう20分経ってしまったのかな。こうやって、まあ、あと何やっても遅いっていうか、私たちが勝手に待ってたけど、まあ、真っ青になっても全然動かなかったんで、でもあれですよね、人ってこうやっていつどこで死ぬかわからないっていうのね。おじさん、ただ買い物の本当途中だったみたいで、買い物の途中、あの買い物のカートを引いてて、そのままそこの路地で倒れちゃったっていうね。ねえ、なんか人ってね、わかんないなって。